それでは、俺の記憶に彼女はいないの3回目ということで、大樹です。よろしくお願いします。そして、サホです。よろしくお願いしまはい、3回目にもなりましたのでね、ちょっとずつ慣れてきたかなと思うんですけども、このゲームがちょっと強烈すぎてね、そうなんです。前回いきなり死にましたからね。そうなんです。はちょっと怖いんです。い。ね、今日は1日目クリアしたところからね、始めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしおま願いす。します。よいしょ。はい、2日目に入りましたね。2日目です。2日目。もう朝かって言っても何をしたらいいんだろう。まあね、とりあえずスマホ、まあそうですよね。あ、LINE が来ましたよ。ライムってパスワード。何？パスワードって何でしたっけ？あ、誕生誕日だ生よ日。ね。2月21？ 21？ 21？ どうでしたっけ？なんか2か1ですよね。あれ、どうすんのこれ。やばい、全然わからないって。全然わからなくないよね。そうライでムすのロッね。ク、2月21日だったよね、確かね。確かあれですよね、誕生日でしたよね、カレンダー。21日ですね。2あ、月そうです21ね。日、はい。どうすればいいこれか。は、これで。もう出てすきごまいす。ね。すごいですね。出てあ、くるんですす、ね。あれ？あれ、違う。違うの？2月21日だったよね。そう。02、2月21日。あ、違うんだ。違うの？あれですか？最初の携帯のロックはそれですけど、あ、LINE は違うってことですか？ LINE か。LINE は違うのか。ってことですか？マジ？どうやって戻るのこれ。バスですか？あ、違う ね。どうやって戻るのこれ。あ、戻りましあ、た。戻った。そうなの？ LINE が違うんか。メール？あ、これだ。パスワーそのドも設忘れ定の変て更？る。2000、2月10、認証コードじゃないです。9049だ。はい。9049か。間違えた。そういうことか。9049ってことか。9049。違うのか、認証コードってことは携帯のショートメールに来るやつですよね。ああ。それをパスワードか。9049。パスワード忘れてしまった。パスワードを忘れてしまった方はこちらをタッチして、その後認証コード9049を入れるってことですね。一回ここを消して、こう消して、はい、他のクローズを押クしローズをて、して、で、ここを押して、ここライム押して、ここですね。ここをあ、押こしれか。て、9049です。なるほど。はい。すごい。あ、認証認証完完了了ししまましした。た。確かさっきメールに来てました。メール開いこれでて、あ、メール。そうです。で、パスワードが、7216。なるほど。すごいね。日さ本す刀がの佐保携さん。帯、7216。7216です。7216。おお、行きました。お、ひなひちゃなちんゃんか来らた来よ。てこまれ。す。パお、ラパメーラターメー変タ動、プラス1。ー1ですまあ1でね。も、とりあえず。はい。とりあえず無事に家事できてよかった。よよかっかった。た。そういう日中の LINE だったな。早速見てみるか。おはよう。もしよかったら今日は会えないかな。俺が読んじゃったよ。会えないかないいとか。思います。昨日の写真のこともあるし、俺も会いたいな。会ってちゃんと謝らないと。俺も話したいことがある。これでよしと。とりあえず日中の返信を待つとするか。ピロリン来ましたよ。お、来たかな？来た。開く。開く。お、開いた。わかった。あ、読んじゃった。読んじゃってください。お昼頃そっち行ってもいい？お昼か。問題ないよな。
お、待ってるな、うん、彼氏っぽい口調で言うのね。そうです ね、はい、会うことになったはいいけど、なんて言って謝ったらいいんだろう。とりあえずひなから LINE が来たておかげで連絡先が分かったし、ほんとよかった。よかった。お昼までまだ時間あるな。何して過ごそう。ダラダラして過ごす。コンビニに行く。朝ごはんにする。さあどうしますか。何しましょう。でもお腹はきっと空いてますよね。お腹は空いてるよね。うん、どうですかね。朝ごはんですか。朝ごはんにしますかね。朝ごはんにしますかね。朝ごはんにします。朝ごはんにしましょう。はい、作れるんでしょうか。わかんない。腹も減ったし朝飯にするかな。そもそも何か食べるものあるのか、うん、そうだよね。そうなん。夜冷蔵庫とかは調べてないんだ。そうですね、とりあえず見るよね。記憶があって帰ったら全部ね、うん、何かあるかなって見た。この棚のどっかにありそうなんだけど。お、上にあるのはラーメンの箱か。ちょっと高いけど手を伸ばしたらいけそうだな。とろしそう。あともう少し。よし、届いた。手、うわガシャーンって。なんか割った。やっちまった。コップ。しかもラーメンじゃ全部皿って。おい、皿落としたんかい。こんなところに置いておくなよな。って置いたのは俺かって。そうですよね。そうですね。とりあえず片付けよう。よし、片付け完了。割れた皿だけのつもりが目につくところ全部片付けてしまった。疲れたけどひなに汚い部屋を見せたくないし、ちょうどよかったかもな。それにお昼までまだ時間あるな。片付けてる時に見つけたラーメンでも食べるか。お、来ましたよ。来ましたね。お、びっくり。来た。やばい、緊張してきた。パラメーター変動。パラメーター変動。プラスに、いいですね、プラス。いいですね。これはとりあえずは、いいとして、はい、ゲームを続ける。ライフが不足しています。ライフが不足しちゃってる。アイコンでも一回使ってみましょうか。はい。こういうのもあるんですね。今出ます。ガチャ。あ、ひな来た。来ました。いらっしゃい。待たせちゃってごめんね。なんだか緊張して遅くなっちゃった。そんなに待ってないから気にしないでいいよ。緊張してる？いや、確かによく考えたら緊張もするよな。付き合ってるって言ったって今の俺の記憶にひなは。あきとくん大丈夫？もしかしてまだ体調悪い？ごめん、大丈夫だよ。とりあえず上がって。うん、お邪魔します。部屋が片付いてる。びっくりしちゃった。あきとくんが片付けたの？そうだよ。そうなんだ。きっといつも通り散らかってるんだろうなと思って掃除する覚悟で来たのにな。俺の部屋っていつもそんなに汚かったのか。冗談だよ。汚かったんでしょうね。ですね。あ、そうだ、話したいことがあるんだっけ。そうだ、ひなに昨日のことちゃんと謝らないと。先にターニングポイントですね。ひなの話を聞く、お茶を入れる、ひなに謝る、デッドエンドを回避せよって書いてあるから、ここで間違えるとデッドエンドに行くってことだよね。いやだよ、ね、また刺されるんですか。わかんないっす、わかんないっす。なんかどれもいい感じはするんですけど、うん、どうですか。本当はお茶を入れに行きたいですけど、男の人がお茶を入れに行くのかっていう話ですよね。ああ、まあ、はい、女だったらお茶を入れにひとまず行きますけど。どうすんだね。でも謝るって決めてたんだったら、
謝りますか。俺は謝ると思うけど、はい、モテる人はきっと話聞くんでしょうね。あ、じゃあモテる人で行きましょう多分ね、はい、聞ける人がモテる人だと思うんですよ、男の人。そうですね、多分ね、やっぱり女性は話を聞いてほしいですから、ね、そういうことですよね。はい、じゃあ避難の話を聞くで、そうしましょう。はい、あ、怖い怖い。とりあえず俺の話の前に少し話すか。俺の話は後で大丈夫だよ。それよりひなは、なんで俺に会いに、何かあったのか。あ、そういうわけじゃなくて。なんか音楽がわかるじゃないですか。ですね。少しでもいいから、あきとくんの記憶が戻るきっかけになればいいなと思って、思い出話しようかななんて。迷惑だったかな。そんなことない。嬉しいよ。なんか気遣わせてごめんな。ありがとう。ううん、気にしないで。私が少しでもあきとくんの力になりたいだけだから。ひな。え？パラメーターが変動した。死なない。すごい良かったんじゃない？多分4とか。良かったです。さすが。ね、とりあえず、続きは気になりますけども、ここのタイミングで、はい、今日のところはお開きということで、またね、続きもやっていきたいと思います、はい、思いますので、ぜひこのシリーズ皆様楽しみにしていただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。